してキックスシーケア。ユウハ磨くと、9時です。サーバーのデビル。はい、エースのサウンドアップとデビル、ボーカルギターの川村です。ギターの岩崎です。ベースの大橋です。どうもこんばんは。はい、はい、今週もやってきました。第3週目ですね。8月から始まりますけど、ね、ディルがさ、レッちゃんのことも触れてあげようよ。少しはあんまりいないから、ね、あんまりいないから、まだね、いないのに。どうなんだよ本当に。まあまあまあ、今日何日？今日は、ね、8月19日。あらあら、明日何日？明日はですね、渋谷のオンエアベストでエルス確かワンマンライブなんですけど、10周年病気で休んだんで、そう、練習してもらってます。まあそんな訳あって、訳あって、まあリスナーの方はいろいろ想像してみてください。明日のために、うん、まあ表向きはね、まあ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 いいじゃないですか。ということですね、はいはい、今週もですね、早速もうすっごいおなじみだと思うんですけど、はいはいはい、この曲でいきたいと思います。エルスのニューシングル、ポップ45です。どうぞ。ニューシングルポップ45でした。はい、改めましてエルスのボーカルギター川村です。こんばんは、岩崎です。ギターです。はい、エルスの大橋です。なんか急にしみるしたんじゃないの。あれ、そう来ると思わなかった。あ、ちょっと大人っぽいところもね、置こうかなとか思って、ここら辺で。あ、そういうつもりだったの。渋いところも分かんないけど、渋いところもお送りしようと思ったんですけど、まあ先週に引き続き今週もですね、まだ、まあ、まだ言えてないけどね、インチキレーベル LD&K ナイトについてですね、はい、社長、インチキ社長にね、セクハラ部長、あ、ね、どこにいるんだよ、部長いないって
の LDK ナイトっていう、はい、あのイベントがあるんですけども、はい、あのバンいろんなバンドを集めたそのイベントについて、ね、先週引き続きちょっと紹介していこうかなと思ってるんですけれども、どんどんね、確信に増えていこう、先週は一応ビートクルセイダーアメリカヤング、はい、レイモンというバンドを紹介したわけですけども、もういいバンドばっかりだ本当にね、いいバンドばっかりなんですけども、今週はさらにその上を行く、素敵な素敵な素敵な口の奥になんかつまねえようなる、早く行けるバンド紹介したいと思います。耳がこもりきってるけど思います。では素敵なバンドを紹介しましょう。まずはアワーアワーです。
オカマらしいですよ。おしゃれだ、おしゃれオカマだ。まあ、メンバー2人なんですけど、できてるってわけですよ。できてます、できてます、ね、見ましたもん、やってるとこ見たいな。本当かよ。で、次なんだっけ。はい、次シンバルズです。バルズ、このバンドおしゃれだね。おしゃれですね。おしゃれですね。それ以外何もコメントできません、はい、さあ次行ってみましょうか。まあでもどのバンドもね、いいバンドばっかりで、うん、みんな大好きで、うちはあんまりよく知らない。コメントしようがないんですわ。ごめんなさい、ほんとそうですね、ちょっとそうですね、ジャンルが、ジャンルがちょっと違うかな。絶対聞かないから、聞かないから、まあでもね、みんな人はね、いい人だったんで。いや、こう言ってますけど、結構合うんだよね、事務所とかで。すげえ合うんだよ。喋ったりするんですよ。これ絶対放送聞かれたくないね。まずいな。いいよ、これ。本当ごめんなさい、皆さん。聞いてないみんな好きですよ。あわあわ大阪らしいよ。あ、あ。止まっちゃってるよ。止まってるよ。まあまあ、仲良く仲良く。レーベル仲間として今後もやりたいと思いますが。次はですね、まあ重要です。ここで、はい、皆さんダビングのように。よろしいですか？よろしいですか？いいですよ、もう、早く早く。エルスの、まあ、あの、ライブ音源っていうのはね、出したことないですね、今まで。ないですね、出せないですね。出したし、出した代物じゃないですか。まあでも今日は、特別、聞いてもらおうかなと思ってます。では、エルスの、7月24日の渋谷屋根裏でのライブの模様をちょこっと、どうぞ。Thank you.
貴重なライブの音源はですね、はい、エルスの、ティーネージーザスという曲と、キルヤアイドルズっていう曲を聴いてもらいました。おしゃれでしたね、はい、おしゃれでしたね。どこがね、シンセとかすごい入っちゃってね。ないシンセって。それおしゃれイコールシンセだ、それは。おしゃれか。私イメージね。すごい怒られそうじゃないこれ。わかんないわ。ということでですね、はい、まずこのティーネージージーザスっていう曲が、はい、まあメジャーでは、発売されてないわけですけども、なんとですね、この曲は唯一音源になっているのが、新生堂限定発売の、デビルズ・ボーイフレンドっていうアルバムがあるんですけど、青いジャケットの、ね。青いデビルのジャケットの、そのアルバムにしか入ってない曲です。新生堂行ってゲット。みんなゲットしてくださいね。はい。まあ、あと、キルユア・アイドルズっていう曲はですね、すごい同じだね。大抵やるね、ライブでは。ライブではね。これ絶対必調です。かなりテンション高いからね、やるときは。やんないときはないかな。そうだね、ほとんどこのキルユアアイドルズは定番になってる曲なんで、皆さん覚えて、これはね、自分のアルバムに、そうそう、デビルズガールフレンドっていう、これはまあ外資系レコード店行けば、どこでも大体置いてあるんじゃなかったか、両方ね、ガールフレンドとボールフレンド両方揃えていただけると、まあ、なお楽しいっていう感じの曲、2曲お送りしました、はい、じゃあこの曲をですね、ぜひ次は生で聴いてください。お LDK ナイト大阪版、はい、おやるんだ、やりますよ。8月26日、はい、大阪の心斎橋クラブクワトロにて、おう、エルスやな、今日たっぷり紹介したバンドやな、たっぷり紹介してねえだろ、まあ、おしゃれはもちろんですね、まあレイモンさんとか、出ますんで、エルスはもちろん、まあいろんなバンド出るからね、これ面白いと思いますよ。あでも本当いろんな、何ジャンルこだわらない人とか、そういろんなバンドを見てみたいっていう人はすごいこれはいいと思いますよ、うん、あとインディーズにすごい興味があるとか、あとまあ今自分でバンドをやっていて、今度ちょっと雲行きが違ったバンド、なんか参考にしたい、何かわかんないんですけど、まあ、とにかく来てください、とにかく来てください、即チケットをね、ット今から電話予約、うん、そうですね、なんか多分わかんないんだよ、知らないけど、そう、なんか知んないけど、とにかく手に入れてください、とにかく売ってます、チケット前売り売ってるんで、皆さんぜひ8月26日に、大阪心斎橋クラブクラトルでお会いしましょう、いつも張り切って頑張ります、はい、来てね、来てね、来てね。今週もお送りしました、はい、LD&K レーベルのイベント特集どうでしたか、ね、大橋くんに今振ったどうぞ大橋くん、どうぞ大橋くん、まあね、まあ、こんなおしゃれさんたちとか、はい、いろんなバンドも出ますんで、はい、毒って言うな、みんな好きですよ、はい、僕も、ラブ&ピースだ、ラブ&ピースだ、はい、ね、あのなんだっけ26日、26、うん、来てほしいですね、うん、あの20日と同時に、まあ、それにつきますね、うん、はい、どうですか岩崎さん、いろいろ敵が多いエルスですからね、そうですね、なんかね、ではね、レーベルの中でね、なんかね、うん、なんつうん、仲間外れっぽいんだよね、バカ好き嫌いなのね基本的に、ああいいですね、そうなんですよ、だからね、みんな敵なんだよなんかね、体は弱いって言いますよ、そうそうそう、気だけは強い体は弱いんだけどね、世の中敵に回してんだ、ちょっとね、ボンとかやったらすぐ倒れそうなんだけど、でも結構、そんなバカ面と向かったらすごいヘコヘコするからね、うん、あでもそれの怒りをですね、うん、ライブになると爆発させるっていう、ね、そうですね、そういう感じ、最近もう情けないことになってます、あなんで情けないんだよライブはですね、絶対見てほしいです、はい、エルスのライブの方ですね、なんで皆さんよろしく26日来てくださいね、ということで、はい、続いてエルスの情報いきたいと思います、皆さん8月21日リリースポポ45ね、うん、あもうこれ予約だ予約予約だ予約だ予約だ、はいはい、そこあさってなんで頭入れといてください、はい、ポポ45買うぞ、そしてまあ明日に迫ってまいりました、はいはい、エリスの初ワンマンライブ渋谷オンエアベスト、おどうなの、ハチはねもうなんかもう坊主にするらしいよ、その日は、本当かよえ坊主っていうかもうハゲた、はい、あ怒ってるよ、言わなきゃ分かんないんだよ、そのことは、マジ切れじゃん、もう見えてるもん地肌が、マジ切れだ見えてるもの地肌がかなり前髪長めだよね
隠してんだよ。まあそれをですね、確認のためにもですね、8月20日は顎紐で飾るって止めてるからね。それ絶対ぜひ生で見てほしいね。僕らちょっと広いから分かんない。 あと多分レッちゃんが偽物になってると思う。あ、そうかな。よく見ると違う人だからね。よく見ると天敵立ってるからね。天敵持参かもわかんないけど、うん、まあでもすごい気合い入ってますよ、あの内容もかなりね、新曲も、うん、新曲も披露したいなと思ってるんで、8月20日明日に備えております。私たちっていう感じなんですけども、いやもう聞いてる皆さんも、うん、そうですね、ラジオの前のみんなもまだ言ってねえよ、噛んでるよ。ちょっとダメなんじゃない。ちょっとテレが入ったんじゃないか。はい、ということですね、こんなエルスですが、ハガキファックスください。エルスのシャウトアットザデビル宛てにですね。あ、そう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 、ね、そうそう、うん、はい、これ恋人募集。そう、恋人募集しろよ。あ、恋人募集のあと何だっけ。まあ質問、質問、疑問、疑問ね、まあ対バン申し込みとかね。それはいらねえだろ。いらねえか。それは消そうよ。そうか、いらねえんだ。いらないんだ。まあ敵だからね。まあみんな敵だ、うん、そんなことないですよ。偽善者、偽善者、丸出しだった。偽善的だからね。まあそんなハガキをくれた人に、うん、なんとエルスからプレゼントしたいと思います。そうなんだよ、物あげないとね、くれねえんだよ。そうなんだ、基本的に。みんな欲深いですね。欲深いからね。何をあげるかというと、エルスの最新ステッカー、そしてエルスの最新缶バッジ、そしてポップ45のもうポスターですね。ポスター、ポスターサイン入り。サインはいらないよっていうのはやめてください。サインがね、結構邪魔なんだよね。嘘、そうよ、あった方がいいでしょ。そうかな、あった方がいいよ。だってうちらのサイン結構、だって君のサインが変なんだよ。川崎くんのサインって変だよね。変って言うなよ。ね、だからさ、自分で変にしたんじゃん。うん、そうだよ、ちょっとおかしなことになってるんで、その確認のためにもプレゼント皆さんゲットしてください。お申し込みは宛先、郵便番号 530-8285、 もう一回言います、 530-8285、 ファックスは大阪 06-229-7671、 大阪 06-229-7671。 エルスの、ちょっとなまってたね、エルスのシャウトアットザデビル宛てにぜひ送ってください。多分ですね、今ね、速攻を送ればですね、多分もらえるんじゃないかなと思いますね。ね、今送っちゃって、うん、今。今、ね、まあ多くなった場合は、なんかその抽選になっちゃうと思うんですけども、まあ、ね、まあ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 、ありえないからね。まあ。絶対送んねえしな、本当に。太っ腹だ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 。送りますよ。送りますよ。まあ、太っ腹 LD 系事務所なんで、皆さんに多分出てできるんじゃないかなと思ってるんで。はい。そういうこと言うんじゃないよ、君。はいはい、ということですね、皆さん待ってます、はい、それでは今週はエルスの、エンジェルトークというシングルがありましたね。もう出てるんですけど、うん、これはですね、このエンジェルトークのカップリング曲で、うん、レディオキルザフィルムスターを聴きながら来週までお別れしたいと思います、はい、ということで皆さん、はい、来週までさよなら。エルスのボーカルギター川村でした。ギターのヤスです。ベースの大橋でした。バイバーイ。バイバーイ。どうも。